ビシーは、フランス、オーベルニュローヌアルプ地域圏、アリー圏のコミューン、温泉保養地。第二次世界大戦期には、ビシー政権が置かれた場所としても知られている。モンリュソンに次いで、県、第二の人口を持つコミューンで、地域圏内では、クレルモンフェラン、モンリュソン、オーリアックに次いで、第四位である。アンシャンレジーム時代、ブルボネ州に属した。 1861年から1866年のナポレオン三世の時代に再開発が行われ、街の様子は一変した。新しい大通りが通り、有江川沿いに堤防が作られ、公園には1865年に建築家バジャーによって巨大なカジノが作られた。第二帝政の後、ベルエポックによる2番に大きな建築ラッシュが起きた。 1903年にオペラハウス、ホール、東洋風に設計された大浴場がオープンした。1940年6月22日に署名された停戦条約の後、この区域はドイツには占領されず、フランス国の名前で7月1日にビジーを首都と定めた。理由は、比較的パリに近く温泉地であるためホテルの収容人数が多く、 臨時の館長及び感謝を置くのに都合が良かったためである。当時のホテル収容人数は国内第2位であった。その上、当時では超近代的な電話交換機があり、電話を介して全世界と連絡を取ることが可能であった。7月1日、政府は多くのホテルの所有権を得た。国会議員600人はビシーでの会議や評議会に参加した。 7月9から10日には、オペラハウスの大ホール客席で、国会議員は、第三共和制終了のための投票を行った。民主政体は廃止され、フィリップ・ペタンを主席とするビシー政権がこれに変わった。600人中わずか80人の議員が反対を、表明した。この日から始まって4年以上の間、ビシーは、フランスの首都となり、ビシー政権と呼ばれた。 北アフリカのフランス植民地を舞台とした映画、カサブランカには、登場人物の警察署長がビシー・ミズを捨てるという象徴的なシーンがある。ありがとうございます。